はい、どうも、ゆきです。しんゆです。ゆきです。今日は今僕たちが持っていて、なおかつ今、ゾゾタウンで買えるシャツをたくさん紹介します。どういうシャツを紹介するの？全部長袖のシャツ、とりあえず、そう、これが共通点で、で無地のものから柄物までね、幅広く紹介していきたいと思います。それでは早速いってみましょう。はい、じゃあまず最初に紹介するシャツはこちらから、レイジブルーのイージーケアクリーンレギュラーシャツ。お値段が2917円。カラー展開がグリーン、オフホワイト、ブラック、ピンクの4色展開で、グリーンとオフホワイト、でサイズ展開が SML で、こちらどちらも L サイズでございます。でこちらがテロプリントグラフィックオープンカラーシャツ、お値段が5390円。カラー展開がオフホワイト、ブラック、グリーンの3色展開でオフホワイトです。サイズ展開が ML でこちら M サイズです。で今ユキが着ているのがダマスクペイズリーシャツ、お値段5390円で、カラー展開がブラック、ベージュで今ベージュを着用しています。サイズ展開が ML で L サイズを着用しています。はい、全部レイジブルーのシャツです。グリーンかわいいね。グリーンってか、このねシャツめっちゃね、カラバリが良くて、この俺グリーンも好きだし、あとねピンクもあるんですけど、ピンクもねいい色なんです。へー、めっちゃ淡くて、あのメンズが着やすいカラバリのもの多いですね。今年の春ピンクね、結構出てるからね。そうそうそう、じゃあ持ってこいよって話じゃないですか。そうなんですけど、ね、これ持ってこいよって話じゃない、持ってないんですけど、イージーケアっていうだけあって、なんかねシワとかつきにくい、ちょっとテロッとした質感なんですよ、本当にさらーっと着れるのがこれのいい、こいつのいいところです。羽織でも活躍しそうだね、こっちのオープンカラーシャツは前側はね何の変哲もないオープンカラーシャツだけど、はい、プリントがね、プリントがしっかりいいね。グラフィックだね、グラフィックプリントですね。1枚で様になるやつじゃん、1枚で様になるやつじゃん。おお。で、ゆきが着てるのは今ねトレンドのペイズリー柄、ガラシャツって古着屋さんで買うイメージあるかもしれないけど、やっぱこういうブランドが出してくれることによってさ、やっぱ数も多いし、まあ、選びやすいし、出してくれるのありがたいなって思うね。やっぱ今風のシルエットでちゃんと着れるってのがいいとこだなって俺も思う。あと古着に抵抗ある人もいるだろうしね。ああそうだね、次じゃーん、続いてはこちら、アストロノミーのルーズシレットワイドブロードシャツ、お値段4290円。カラー展開がチャコール、ブルー、グレーのチェック、グレーのストライプ、グリーン、パープル、ホワイト、ブラックのレザー。もう何色展開だ俺今何色いったの、何色展開だ、すげえ数あるね。で、サイズ展開が SML でこちら L サイズです。これは私のなんです。さっきのさ、レイジブルーはさ、こうテロッとした感じだったけど、今度はこっちはさ、こうパリッとした感じだった。ガシッと、そうかちょっとのシワもおしゃれになっちゃうみたいな。はい、そっちできたか。そう、これシャツ興味ないってこの前言ったじゃん、よく言ってる。でも、もう好き。そうだ、俺今年かシャツ結構着てるわ。確かに、ガラシャツも着てるし、ね、まあ、こういうシャツも着てるし、結構色味がお気に入りで、チャコールね、うん、色合いが絶妙だから、なんか重すぎはしないから、春夏でも着れるかなっていう感じだよね。でこういう質感だとさ、カジュアル感も出るしね。そうなんだよね、普通のシャツだとね。そう、俺には合わないけど、さっきのレイジのテロッとしたやつよりかはこっちの方がユッキー好きなんでしょ、こっちの方がカジュアル感出るからね。次、はい、続いてはこちらユッキーが着てるものです。はい、アドンプレイのレギュラーアソートガラシャツ、お値段3595円。カラー展開がブラック、ライトブラウン、ホワイトで、今ブラックを着用していて、サイズ展開が ML で L サイズを着用しています。はい、最近多いよねこういう柄、本当にこれも古着チックな柄だよね、すごいシルエットも大きめで、まあ、L でちょっと俺も今大きいんだって。はい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 、はい、まあ、実際俺らの身長だったら M でもいいかもしれない。 M でもいい、着丈どんなもんそれ。着丈ね、おでかいね。あ、確かに M でもいいね。そう、これ M でもいいと思う。170前後の人たちは M で大丈夫だと思います。じゃあ続いてはこちらです。こちらジュンレッドのモンスタービッグシャツ、お値段6600円。はい、こちらカラー展開ブラック、ベージュ、ライトグリーンで、これライトグリーン、ライトグリーン、はい、サイズ展開が ML で L サイズです。まあ俺らのね動画を見てる人はもう俺のセットでも買っちゃったよっていう買ってるよって人もいるかもしれない。ジュンレッドで僕たちがそれぞれコーデをね販売した時のこうユッキーのコーデのポップスに使われてたものですね。
これ俺もおすすめしてたから見とんだんですけどいいね、今見ても可愛いです。そのズバリ魅力とは何ですか？俺オープンカラーシャツがね、あんま得意じゃないんだ。あで、こういう両方にポッケがあるやつって結構オープンカラーシャツが多いんだけど、これは上までボタンがあるから、はいはいはい、で俺上までボタン閉めるんだよ、毎回、うん、だからここが開いてるのよりも閉まってる方がやっぱもうだいぶ見た目がカジュアルだから、うん、ここぐらい綺麗めでいきたいなここだけはそう、なるほどねっていうのでこれが好きなんです。で、色味も好き、すごい。はいはい、あ、なるほどね。すげえ。じゃーん、続いてはこちら、ユニオンステーションのチェックシャツ、お値段6600円、カラー展開がベージュ、グレー、グリーンで、こちらベージュです。サイズ展開が SML、LL で、これは LL サイズです。で、これはね、秋冬にもユニオンステーションのチェックシャツ出してたんだけど、それとは、また春夏用に素材が変わってる感じですね。うんうんうん、もうこういうチェックシャツウェアの人とかも好きじゃん、うん、結構ユーザーの反応もすごい良かったりするし、高校生とかこういうシャツ好きだと思うからね、カフェコーデとかしたい人にはこれ持ってこいなんじゃないかな、うん、ワントーンでこうベージュで組みたいとか出す時にやっぱこういうシャツあるとインパクトあっていいよね、うん、次じゃーん、続いてラスト、冒頭の方であのゾゾタウンで買えるものを紹介するって言ったけど番外編だね。これは GU のブロードオーバーサイズシャツ、この前の動画紹介したやつですね、お値段1990円で、カラー展開がホワイト、ブラック、グレー系2色、ブルー、パープル、サイズ展開が SML、XL で L サイズを購入しました。好きやねこれ、うん、大好きなんといっても圧倒的コスパ、そう、独特な肌触りなんだよねこれね。そうなの、アストロノミーのシャツもブロードなんだけどまたちょっと違うんだよね、うん、シワがつきにくいんだよね、うん、本当につきにくい。だから今日持ってきた時もくしゃくしゃにリュックなんか入れちゃったからアイロン掛けしたんだけどすぐ取れた。どんぐらいくしゃくしゃだったの？俺の変顔ぐらい。というわけで今日は今僕たちが持っていてなおかつ ZOZO タウンで買えるシャツをたくさん紹介しました。いかがだったでしょう？自由も紹介してましたよ。もうそれはごめんってごめんって出したかったんでしょ？出したかったんだもん。俺はね、でもやっぱこのガラシャツ2つ、うん、を今年はたくさん着ていきたいな。俺はもうさっきからずっと言ってるけど、まあ、まだこの子が好きだよ。自由 ZOZO タウンで買えるって言ってんのにごめんちえちゃんこれでしょ？そう、俺はね、このレイジブルーのこのテロッとしてる感じがね、なんかすごいいいなって。こういう質感着こなせるとね、みんなねエロい男になれるよ。まあね、こんだけいろいろ紹介したから自分の好きな手感、シルエット、柄、生地感、必ず自分の好きなものに出会えると思うので、うん、あの概要欄の方に全部 URL が貼ってるんで、そちらの方ぜひチェックしてください。というわけでこのチャンネルではトレンドやおすすめのアイテムなどを紹介していきますので、チャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。お願いします。じゃあ僕たちの SNS 概要欄の方に貼ってあるのでそちらの方フォローお願いします。お願いします。お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ガチャシャツ着てレッツゴー、いってらっしゃい。